ボレー、カマロ ZL1、 カーボンファイバーエアダクトがあしらわれるボンネット、鋭い目つきが鈍く光るヘッドライト、斬新でスタイリッシュなデザイン、シャシーやボディを強靭に仕立て上げる直線基調のフォルム、その車体に X ペンのステルスフィルムを貼ることでさらに重厚感が増し、ワンランク上の個性的なデザインへと進化を遂げる。映画トランスフォーマーに採用されたカマロシリーズの最高傑作。カマロはフランス語で友人という意味である。この友人に捧ぐ私たちからの贈り物。このスタイリッシュなボディをプロテクションフィルムがしっかりと保護しながらもマット化することにより迫力あるデザインに仕上がった。スタイリッシュなヘッドライトにもプロテクションとグラデーション効果を追加したフィルムでアウトローな雰囲気を醸し出す。今にでも疾走するようなこの迫力、 LT4 エンジン搭載の V 型8気筒スーパーチャージャーは望めばすぐに衝撃を伴うほどの加速を与えてくれる。一般道からハイウェイ、直線加速のみならず曲がりくれたアップダウンの激しい峠道まで、どんなシーンもドライバーの意のままに操ることができる。そんなパワフルで希少な車体に上田名古屋の技が光る。今日はこちらのお車、シボレーカマロ ZL1、 このお車にエクスペルのプロテクションフィルム、どんな塗装もマット化するそういうプロテクションフィルムステルスを施工させていただくことになります。日本では未発売のそういうお車です。今回の施工でぜひ注目していただきたい3つの見どころがあります。1つ目は何といってもこの全体的に角張っているフォルムですね。こういうフォルム意外と難しい施工になります。そして2つ目にボンネットが少し特徴的なフォルムになっているということですね。ボンネットの真ん中にカーボンがあります。このカーボンとボンネットの方はお客様がですね、ボンネットの質感をそのままこれは残してほしいということでしたので、違う素材で貼らせていただく、これも一つの見どころになるんではないでしょうか。そして最後にヘッドライトです。とても小さなパーツなんですけども、このヘッドライトに一工夫を加えます。そうすることによって全体的に大きな印象を変えるアイテムになると思います。この動画を最後までご覧いただいて、この劇的な変化を楽しみにしていただければと思います。お待たせしました。ついに完成しました。では細部の仕上がりを共に見てみましょう。じゃあ今回ちょっと施工難しかった点も見ていきたいと思います。もう全体に角張ったこのフォルム、プロテクションフィルムとしてはやはり収まりにくい仕様になりましたけども、綺麗に収まっています。分割されたボンネットを真ん中にカーボンが入っていますので、分けて今回施工させていただいておりますけども、ここも綺麗に巻き込んで貼らせていただいています。そして、真ん中のカーボンはこの透明感を決して崩さないように透明のプロテクションフィルムで今回施工させていただいています。そして今回も
プロテクションフィルムだとなかなか綺麗に貼れないこういうドアノブであったりとかドルフィンアンテナ、こういうところに関してはこういう形状のところにも綺麗にお貼りすることができるマットラッピングで対応させていただいています。今回このウィングなんですけども、和紙を使って全体をかたどらせていただいて、こちらでそういうフィルムを成形してですね、今回綺麗に施工を完了させていただきました。ヘッドライトの方もちょっとご覧いただけると少し貼られているフィルムがあることにお気づきでしょうか。このヘッドライトにはエステックのダイノシェードというそういうフィルムを貼らせていただいています。これもプロテクション効果のあるフィルムになりますが、透明フィルムではなくて少し黒っぽく見えるそういうプロテクションフィルムです。全体的にすごい引き締まったそういう車両になったのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたか。本当にかっこよくなった、そう思っていただいた方も多いんではないでしょうか。ぜひプロテクションフィルムのステルス、これお気になられる方はぜひ弊社の方に問い合わせいただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Blinded by the light.